はい、皆さんこんにちは。シェフの月とです。はい。あ、また今日もなんか、はい、恒例のゆるゆる実食ですね。今日これ何ですか？かっこいいじゃん。おいまつさんの、京都おいまつさんの夏関東。夏関東。ね、おいまつさんといえばさ、うん、もう明治創業のさ、京都のすごい美味しい和菓子屋さんで、特に、僕はこのね、和菓子の練り菓子っていうのはなんかやつ。おも菓子。おも菓子っていうのか。はあ、その大ファンでさ、東京に行った時は必ず伊勢丹のおいまつさんのところに行って、それを買って帰るのが習慣だったんだけど、うんうんうん、そこの脇にさ、あ、プラスチックの、ね、そう、プラスチックで、そう、レプリカがね、いつも飾ってあって、へーって思いながらそっちこっち向いてこっちこっちこっちって生菓子を買うのは習慣だったのね、うんうん、だから初めて買えてすごい嬉しい。そう、夏関東ね、うん、シーズン限定なんで、うんうん、なかなか私も、うん、なかなか買わなかったな。こう家族、うん、実家にいる時はさ、これを家族6人で分けると少ないかなとか思うと買えなかったり。まあまあそんな大きくないもんね。まあね、うん、ちょっとあの学生時代の当時の私にはちょっとお高い値段だったり。そうだね、うん、なるほどね、ケーキ1個買え、ね、ちょっとちっちゃいケーキなら買えちゃうぐらい感じなんだけど、うん、じゃあ早速ね、はい、あげてみましょうかね。そうなの。でこれはもう1個買っちゃったんだよね、うん、まあね、まあね、いつもあの余計なポチポチは得意ですから、うん、そう、おいまつさんは、うん、やっぱ私茶道をやってる時に、うん、やっぱりおいまつさんのお菓子の日は嬉しかったよね、うん、今日もおいまつさんだと思って、いいね。まあ、うん、でも実際そういう話を聞いてから僕ですよね、おいまつさん一本買いになっちゃったけど、うん、やっぱ違うよね。そうね、京都あのいろんな和菓子屋さんがねありますけれど、うん、うん、あのいろいろ好きだけど、うん、やっぱりちょっとおいまつさんは好きで、別格、うん、鴨入れ物かわいいの、素敵だよね。まあやっぱこういうセンスはさ、京都すごいよね。そうね、そうね、もやもう叶いません。薄い紫とこの箱、うん、蓋のカラーも全然いいよね。これ重ねがね、いいよね。さてはパッカーンですよ、パッカーン。パッカーン。あ、なんかいろいろ、クッション。いろいろ入る。クッション。いろいろ入る。まあでもそれはクッション入るよね、入るよね。そう、送ってきていただいたんでね。うん、あ、でも結構大きいね。うん、立派なんだよね。よいしょ。なんか花火の玉みたい。これが目に入るかって感じだよね。うん、かわいい。この葉っぱついてるところがかわいいよ ね。すごいですね。時軸の家具の好みだって。ひじ軸かん、ね、読めないね。何枚だみたいな。はい、おいまつさんって京都だと北野天満宮 の、うん、あの横にあってね、あの上七軒っていう、うん、あの、なんて言うんでしょう、あの、あ、なんて言うんだろう、地名、地名です。あの、うん、ほら祇園、あの踊り、舞妓ちゃんたちがいるところが、うんうんうん、祇園エリアか上七軒エリアかみたいな感じで、うんうん、上七軒にも舞妓さん芸妓さんがいるんだけど、うんうんうん、この夏関東っていうのは戦後ね、うん、あのまだ日本に全然物がない時に、うん、あのそこにあった夏みかんを こうやって寒天でゼリーにして、うん、あの旦那衆に出したっていうところから、うん、そうだね、うん、またこれがおしゃれですね。おしゃれね。ちょっと私もクンクンしたい、うん、すんごい顔おんのこれ。わー、すごい香り。これ甘夏じゃなくてさ、夏みかんだろうね。今さ、甘夏の方が全然主流なわけですよ、うん、酸っぱくないんで、うんうん、だからね、今ちょっとネットで調べたけどさ、うん、その夏みかん酸があるから固まるのに大変、寒天ですごい苦労されたって書いてあるけど、わかる。今だから夏みかんってむしろ貴重なんだよね。そうね、なんか夏みかんをわざわざ契約農家さんで作ってもらってるっていう、うんうん、じゃ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 、わー、きれいきれい、すごい、ほんとフルフルしてるよ、フルフル。わ、みんこの香り、すごいいい香り。なんかすごくよくない、これ。こんなやっぱ夏み、ほら甘夏ばっか食べてるからさこんな変わんないんだよね。そう、甘夏もすごい香るけどまた独特だよね。そう、全然違う香りが、うんうんうん、あ、ほんと、ちょっとショック。
こんなにいいの？これさ、皮をもうピールにするといいらしいよね。あ、本当？あ、慌てて包丁忘れた。取ってくる包丁。夏木は慌てて。すごいいい香りでプルプルしてるよ。見るの？プルプル。よいしょ。プルプルプル。プル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 。プルプルしてる。寒天だもんね。こんなにさ、香るもんなんだ。こっちでいいよね。そうね、一回半分とかで見たいよね。半分で見たい。よし。こういうさ、あの子供用 YouTube あるよね。スイカでゼリーとか。あれさ、すっごい困るんだよね。あれ夏木じゃない。いつきがやりたいやりたいってもうさ、こう食べない。何回も見せてさ。で去年一回やったらスイカゼリー美味しくなくて食べなくて。で今度はスイカの中にあの着色したゼリーを入れるのが気に入っちゃって、この青いのが作りたいって。困るんだよ。うわー、すごい。見てよ。ブルブル。ブルブル。すごいね。すんごいいい香りする。すごくない？わー。いやー、やるなすごい。やるなで、あの、ワンカット。うん、ワンカットしようね。ちょっとさすがに全部食べれないよね。うん、そうね。このスマイルカットで。わー、すんごい、そうなの。あのね、そう、私も昔食べて、うん、なんだろう、このジューシーな感じは。すごいぞ、と思った。うん、いや、これね、よく買ったわ、偉い。うん。すごい綺麗だよ。うん、美しいじゃないですか。もうこのまま皮ごと食べちゃいたいぐらいだよね。ね、元気的にね。よいしょ。すごいプルプル、これ、うん、贅沢だよね。スプーンでいいのかな。スプーンでいい、うん、はい。もうなんかし、糖度ってすごいプルプルだよ。見えるこれ。プルプルしてる。向こうがちょっと見えるんだけどさ。はい。もうこれ食べちゃおうか。いただきます。ほっとするね。うん。これ美味しいね。これあのその戦後その初めてできた時からレシピが変わってないんだ。本当。これやばい。ね。でもこんなちっちゃいところからさ、よくほじくり出したよね。大変なのこれ。あ、これさ、甘さと柑橘の感じが絶妙。これは大人のお菓子だね。うん、甘すぎないもんね。うん、でちょっとほろ苦さもあるの。うん、カム食べちゃおう。意外に食べれるな。だってほらね、これでさ、ピールを作ると美味しいんだってね、ネットになったんだよね。わ、うん、かる。あれ苦くないじゃん、お前これ。おいしい。うん。食べれちゃうよ、これ。ほんと？うん。もちろん若干苦いんだけど。うん。いや、でもこの甘夏の香り、夏みかんの香りってすごいね。ほんとだ。知らなかった。甘夏ばっか食べ過ぎかな。ほんとだ。うん、甘夏はね、甘夏の良さがある。良さがあるんだけど、うん、夏みかんはね、また違うね。この香りすごいね。分かった。これは夏みかんでこだわって作られてるお芋さんがすごく分かるかも。うん、ほんとほんと、こんな香りは僕は知ってる甘夏は出ないもんね。ねえ、美味しいね。すごい。これも実は期間限定で、もう終わっちゃったんだよね。販売期間終わって今ね、万感糖になってる、うん、ね、あのグレープフルーツ、グレープフルーツでもあの絶対大松さん外れないから、うん、それでもいいと思うよ。そう、夏代代と言われるもので江戸時代中期に山口県仙崎町をこれなんて読むんだろうな、大きい日の日ってねの海岸で村の娘はお蝶だったっけ。へえ、お蝶、あれそういう話はなかったよ。お蝶が流れ着いた、うんうん、珍しい果実を拾ってその種を宅地に巻きつけたのがその起源とされていますって、うん、まあそうね、お蝶なの。そうそう、 お嬢さんって書いてなかったけどな。お蝶だ、蝶々の蝶、娘お蝶だ。うそうそうね、そう流れ着いたさ、うん、ね、果実からだったらね、始まったんだよね。すごいものですよね。そうなんだ。
でも最初はやっぱりその食べ方が分かんなかったから、うんうん、もう観賞用みたいになってたんだけど、うん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 、夏を越えると酸味が抜けて食べれるんだって分かってから貴重な夏の柑橘ということで大事にされてて、でたまたま大分の方ので、うん、中津だったかな、甘夏が突然変異で生まれたから、うん、そこから甘酢にガーンって変わってっていう流れをね聞いてるよね、うん、だからグレープフルーツと甘夏のおかげで今この夏みかん自体は結構栽培されてないから貴重品なんだよね。ああそうなんだ、うん、いやー美味しいでしょ。いやもう本当にあなたのあなたの美味しいって勧めるものにさ外れはないよね。もう一個あるんだよ、うん、もうちょっと食べたいけどさ、うん、そうそう、もう一個も食べなきゃいけないから ね、 ね、うん、そのさ、やっぱ、ね、夏の京都といえばですよ、うんうん、やっぱ水羊羹。なんか急に京都弁になってるけどいいよ京都弁、もう京都弁で惚れたんだよ結構、うん、やっぱね、うん、夏の京都は、うん、水羊羹食べるところから始める、はい、燃えるっしょ燃えるっしょこの京都弁最高最高だけど最高。いろんなところがね水羊羹出してはるんですけど、うん、やっぱりこうお松さんの水羊羹、これはカンカンに入ってます、うんうんうん、はい、お松さんの水羊羹、今竹でこうつくやつとか、うん、いろいろありますけどね、うんうん、はい、これ開けたよ。はい、あります。もうほらパッケージもねおしゃれだよね。いちいち行き懐かしいの懐かしいのね、これはあります、あれ覚えてます、ね、あったよ ね、 ね、 これね、お中元とかでね、そう俺も結構こういうの全然良かったな。ちょっと大きさら大きいけどさ、うんうん、はい、これもまたパッカーンしてパッカーン、よいしょ、おー夏み、これ水羊羹だよ、水羊羹ねえ、ほんとやっぱね、あんこ仕事はさ、うん、大変だよね、うん、俺やりたくないな、ね、水羊羹大好き、すっごい焼けてすんだよ確かあれ、そう、あんこ熱いんだよ、うん、あんこ熱いね、スプーンも可愛いでしょこれ。やっぱ和菓子ってね季節がすごくある、うん、もちろん洋菓子もねありますけど、うん、夏はやっぱり冷たい、そうだね、はい、最初にあ、うん、おいしい、トレビアン、これは冷たい水出し緑茶とか飲みたいな、うめえ、あと抹茶、うめえ、冷たい抹茶もう止まんない、うめえ好きなのよ、大好きでしょ、好きなのよ、いろんな水ようかいろんなところがね、うん、出してありますけど、うん、まあ、ぜひ京都に行かれたらですね、まあ、今お取り寄せもできるけど、ぜひいろんなところのね水ようか試してみるのもいいかなと。やっぱね、和菓子屋さんはあんこだもんね、本当に、いやー美味しいし、でもちょうどいいよね、なん、うん、まあ、やっぱ味何倍だよね、うん、いやー勉強になるなね、本当にやっぱり、うん、その古くから続く伝統、うんうん、やっぱりなんかこう染み渡るものがあるよ ね、うん、あるね、で当時の人たちも魅了されて、うん、そうね、やっぱりこの、なんだろう、こういいものだから残ってきたっていう、わかりますな、うん、部分があるかなと思うし、うん、でぜひ京都に行かれたらですね、うん、北野天満宮から本当すぐ近くです、大井松さんの小さな店舗なんですけど、ね、そう、ちっちゃすぎて行った時びっくりした、見つけらんなって、そう、通り過ぎちゃいそうなぐらい素朴なね昔ながらの店舗なんですけど、全然ネオンサインとかないしさ、当たり前だけど、町屋の中に比較が普通に大井松さんでさ、うん、まあ確かにね、提灯というかサインはあるんだけど、うん、いや入ってすごいなんか普通すぎるみたいな感じ、ね、びっくりした。うん、普通いつもだったらね夏ってほら都踊りがあったりとか、うん、やっぱりちょっとこう華やぐ季節で、特に、祇園祭りはね今年はもうやっぱり中止で、うん、また形を変えてなんか鉾を建てるとかどうのっていう話をしてるよって母から聞きましたけど、やっぱりいつも夏はこうみんなでこううちわでバタバタしながらこう鉾が立つのを見ながら、うん、ああなんか夏が来たなって言って、うん、やってる私のイメージがあって、うん、
ね、それもないので、ぜひもしよかったらですね、皆さんあの京都応援してあげてください。でもすんごい美味しい。そう、美味しいからね。うん、あのこうやって今はこうオンラインで頼める時代になっちゃったから、ね、やったかたけに来ちゃうんだよ京都は。そうなの、もう超幸せだよね。ほんまおおきにみたいな。このグレープフルーツも取って食べなきゃね、これね。そう、いや、はい、これでも素晴らしいですわ。さすが、さすが大今さん、はい、皆さんよろしいお頼申します。はい、もうメイのメイのもうメイの京都弁最高。というわけで、はい、今日はもう最高だらけでしたけど、はい、最高1,2,3ですね、はい、ホップステップジャンプです、うん、今一番最高なのはこの人ですけどね。わあ、妻の京都弁最高っす。というわけで、はい、はい、今日はこの老舗のね、おいまさんの、うんうん、ね、これ看板というか、まあ、トレードマークでもあるよね。そう、夏はね、うん、夏はね、夏のね、はい、夏はこの夏関東、うん、夏の寒天、うん、妖精、その水をか、うん、秋は栗とかね、うん、あのおいまさんの栗の、うん、あの生菓子、うん、あのおも菓子、うん、あれね、すごい美味しい栗。本当、じゃあ絶対もやりますけど、ね。冬秋は栗です。あ、じゃあおい、でもそれ通販してないもんね、買いに来ないよ。あれはね、美味しいんだよな。まあ、いい考えよう、はい、取材のためなら京都まで行くぜ。はい、というわけで、今日はですね、この夏関東とメイの京都弁をボナペティー。